はい、こんにちは。今回はですね、ドナルドラブのミッションを進めたいと思います。それでですね、ケンジがですね、前他の動画で言ったんですけども、ケンジのミッションを進めていく上で、なんか車を手に入れて、まあ、誰々を拾って殺害しに行けみたいなミッションがあるんですけども、まあ、そのミッションがですね、なんかうまく発動しないんですよね。その車を見つけて乗ってもミッションが始まらないので、なかなかそれ以上ちょっと進まないみたいなとこがあって、なのでこのドナルドラブのミッションが出た時に、このドナルドラブのミッションって今からケンジを殺害しに行くんですよ。でケンジを殺害するってことは、もしかしたらケンジがいなくなればあのミッションをやらずに済むので進められるんじゃないかという発想です。発想というか、あ、いけるじゃんと思って、なので今回はね、こっちのミッションを優先して、ケンジのミッションはもうやらずにやりたいと思います。まあ、全然覚えてないんですけど、3ってこういう分岐ルートというか、選べたんですね、ストーリー。ストーリーというか、まあミッションを。まあ、どっちを進めてもいいってことですよね。っていうか、どうなるんだろうな、その場合。ケンジの方を進めてたら、逆になるとかあるのかな、ちょっとわかんないですけど。でとりあえずカルテルの車を手に入れたらケンジを殺害しに行くと。ああ、これですね。ここ行くと、この辺行くとマジで攻撃されるんでちょっと危険なんですけど、これがカルテルの車ですね。これをゲットして、ああ、めちゃくちゃ撃たれてる。でニューポートの立体駐車場に行くと。はい、すぐ近くなんでね。まあここですね。よし、ここでケンジを殺すと。これどうでもいいんですけど、この車のヘッドライトあるじゃないですか。こうね、これね、主観にするとね、どこだっけ？これか。これライトがね、ついてないんですよね。まあ、バグってほどでもないんですけど、ちょっと気になるなっていう。これ、どうすんならヘッドライトね、ついてほしいんですけど、まあ、あんま主観やらないからいいんですけど、気になる人は気になるかもしれないですね。はい。これで、ちゃ、危ない危ない。一番最上階に、屋上に行って、ケンジはどこだ？あ、いたいたいた。まあ、護衛がいっぱいいますね。これは、狙撃したりしたら、これか、車で突っ込めばいいのか。あそこだよな。よし。ほら。ほら。おっと、燃えてる燃えてる。危ない危ない。うわ。あ、そういうこと？ああ、そういうことか。あ、これどうやってクリアするんだろう。車から降りたらヤクザに正体がバレるけども、え、むずくない？あ、ちょっと通れないんだよ、ここ柵があって。ちょっと待って、あれどうやってクリアするんだ今の。遠くからは狙撃銃とかじゃ、スナイパーライフルとかじゃやっぱダメなのかな。あくまで車でやんないと、カルテルがやったっていうことにしたいっていうミッションなので、どうしたらいいんだ。ちょっと待って、移動しながら今ちょっと考えてます。車を燃やされずに、え、マジでむずくない？だって、今回車めちゃくちゃ点火早いじゃないですか。どうやってやるんだ、マジで。あっと、あれ、ちょっと車がない。めっすげえ撃たれてるけど。この野郎。よしよしよし。ほら。おっと、警察参戦した。やばいやばい。よし、勝手にやり合っててくれ。車は、あった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 。よし。よし。これで、いただいて。あー、やばいやばい、降ろされる降ろされる。やばいやばい、やばいやばい、リンチされてる、リンチされてる。やばい、すごい人数いる。ちょっと待って、ちょ、痛い。集団リンチにあって、ちょっと待って、待って。ちょっと死ぬって、マジで。危ない危ない。おぉ。こいつ、やばい、すごい人数いるな。この野郎。ほら。
これ救急車ここになかったっけ？あったあったあった。これちょっとね、ヒットポイント回復させないと。やばいやばいやばい。救急車、おお、あったあった。よし、復活。あぶねえ、もう集団リンチじゃねえか、あれ。あれ、いなくなってる。ラッキー、車だけもらっていこう。あ、全員いなくなってる。あ、ちょ、いるいるいる。誰かいる。よし。お、警察かよ。はい、というわけで、ここまでやってきたんですけども、どうしたらいいものか。あ、ちょっと隠しアイテムある。拾っとこう。おっと、危ない危ない。カルテルの車を使わないと正体がバレるぞ。そうなんだけどさ、どうしたらいいんだ、マジで。すぐ引火するもんな。これ使う？ちょ、むずくない？このミッション。これです。殺さなきゃいけないってことだよね。いや、むずいな、これ。車降りたらダメなんだもんね。だってこれさ、近づいたら撃たれるよね。ほら。まず、こう、一人ずつ始末していくか。すごい来た、すごい来た、すごい来た。近寄ってきて、来て、来て、来て。よし、よし、よし、よし。ボーリングだよ、今の。人間ボーリング成功した。して、ここから離れて、OK っす。あ、成功すると思わなかった、正直。よし。で、どっか捨ててくりゃいいってこと、見えないとこ行って。よしよしよし。適当にどっか、どこまで離れればいいんだ、いいのかな。この辺で燃やしとくか。おお、アグレッシブ。車を捨てろ。あぶね。よし。ほら、だめ、壊れないな、これぐらいじゃ。どっか適当に、どっかないかな、燃やせる場所。燃やせるっていうか、こういう時に限っていいぞいいぞ、もっとタックルしてこい。よし、車をボロボロにして。おお、いいねいいね。お、いいね。ここに置いときゃさ。よし、ナイスナイス、警察。あ、捨てるだけでいいんだ、燃やさなくていいのね。オッケーオッケー、順調にクリアしました。よし、じゃあ次、アスカかな、違うわ、他の人か。次のミッションに行きましょう。あ、またドナルド・ラブね。次のミッションは何だ？これね、あれなんですよね。他の動画で言ったんですけど、この柵がずれてるって言ったじゃないですか。こっち側に1個ずれて、ワンスペースずれてるんで、逆に言えばこっち側通れるんですよね、これ。もう早くスイッチもアップデート来ないかな。よし。発売日も延期しちゃって。アップデートね、ちゃんと配信されるといいですね。In these days of moral hypocrisy, certain valuable commodities can be hard to import. On its approach to the airport tonight, a light aircraft will pass over the bay. It will drop several packages into the water. Make sure you pick them up before anyone else does. あー、なんかまた難しそうなミッションだな。ボートを手に入れ、飛行機を追跡しろ。やばい、これ絶対めんどくさいやつだ。もう右上に時間出てるもん。1分52秒。よし、急げ急げ。これ急がないとまずいやつだ。ナビはね、必ずしも正しいとは限らない。あー、やべ。よし。おーい。
あ、向こうか。いいか。あれ？海の向こう、もしかしてこれ。あ、やべ、向こうだ。マジか。橋渡って向こうだ。すげえ遠いじゃん。やばいやばいやばい。こっち来るんじゃなかった。間違えたな。ここ登れたっけ？いけるな。よしよし。ん？ここが行き止まりだ。やばい。遠回りしてしまった。あのね、ちゃんとナビは信じないとダメですよ。現実でもそうですけどね。やっぱナビを無視すると、こういうことになります。よしよし、こっちが。よし、急げ。あ、もう絶対間に合わなくない？もうこれ。49秒しかないよ、残り。いや、間に合う。間に合わせてみせる。行くぜ。この中央。39、38、37、36、35。あれ？ちょっと待って、着地がやばい、着地がやばい。やばい。アクロバティックだけど。やばい。それはやばいって。おー。おー、行った行った行った。よし、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 よし。オッケー、オッケー、もう一回。やばい。もうダメだ。やだ、ダメだ。爆発するわ。あ、でもあと20秒。間に合うな、これ。間に合うでしょ。あそこか。うじゃない。はい、急げ、急げ。急げ。あと17秒。急げ。あー、ギリギリ。やっぱ遠回りした分間に合わなかったわ、これ。9、8、7、6、5、ここか。4、3、2、あー、5秒ぐらいもう間に合わなかった。はーい。はい、ということで、ここまでまたやってきました。今度はね、間に合ったので。さてと、ここ落ちるとね、死んでしまうので、3は泳げないので、ちゃんと、はいはい、あと16秒しか、これなんか時間多分間に合わなくてもミッション進むっぽい。これさ、乗るのめちゃくちゃ怖い。おーい！ちょ、待って。よし。今度はね、ちょっと気をつけます。ちょっとね、難しいんだよね、これ乗るの。やばい、時間がね、変えない。9、8、7、6。これさ、普通にだって落ちちゃうよね。よし！アップね。よし。で、飛行機が範囲内に入った。どこ？え、あー、反対反対反対。こっちか。よし。こっちか。これなんかあれか。プレイヤー立って乗んのか。座らないのね。よし。あ、ここか。あれか。え、ちょっと待った。6個中3個落とした。これ？よし。あと、これか。よし、これなんか曲がらないぞ、こいつ。ちょっと。よし。ちょ、むず。やばいやばいやばい、時間、これ時間制限、6個中6個落とした。これ別に時間制限はないってこと。ちょっと、全然ハンドブレーキが効かないんだけど、よし。あ、警察マークついた。そういうことか。あ、殺人荷物？マジで？はい。ということで、また戻ってまいりました。よし、よし、よし、あっぶね。マジ危ない。オッケー。よし、あれか、飛行機。あの下、おぉ。こいつの下にいれば、すぐ拾えるかも。あと13秒。よし、あれについていけばいいのか。よし、ケツについていくぜ。よし、落とせ。にゃん、3、2、1。よし、落とせ。ん？よし、落とした。ちょ、むずい。ちょっと待って、これ、むずい。ちょっと待って。これ、ちょっとやばいやばい、これまずいって。ちょっと待って。マジでさ、小回り効かないんだもん、これ。むずい。ちょっと待って、やばいやばいやばい、これ絶対拾われるよ。よし。よしよし。え、うお、ちょっと待って、これゆっくり行った方がいいよ、ゆっくり。よし。で？やばい、来た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 。警察来た。よし、オッケー。よしよしよし。来た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 、これ。オッケー、あと一個。やったね、これ。クリアじゃない？ドナルドラブに届けなきゃいけないの、これ。マジで？これ警察レベル4じゃない？ちょっと待って、難しす。4？マジで ?4 はやばいって。あ、ここ、ちょっと待った、ここさ。あ、会場へは警察来ないのか。
ちょっと一回ちゃんと落ちたらおしまいじゃないこれ。やべやべ、来た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 。うい。うい。あぶね。危ない危ない。なんか静かだな。え、なんか全然警察来ないんだけど。やべ、これ、よしよし。よおお、警察横転してるよ、なんか。やべやべ。アグレッシブ、アグレッシブ。やばい、これは。うお。急げ、急げ。ここまでやってさ、失敗したらマジでやってられんもん。よし。うお。やばいやばい。あの、でかいやつ来てる。うお。いおう。うわ、やっぱ、読んだときついな。やべ、え、なんか、FBI みたいな来てる来てる。ちょっと待って、よそ見してたわ。うおー、一般車両吹き飛ばしまくってる。やばいな、やっぱ4は。この頃の4って本当すごいよね。初代4のはね、多分5ぐらいに匹敵するんじゃないかっていう。他の、あ、やっと降りてんだ。これは勝ち、おーおーやばいやばいやばい。勝利を確信した瞬間、やばい、ピンチ。よし、ここだ。うわ、うわ、ちょっとマジで。ちょっと待って、ここまで来てさ、うわ、うわ、ちょっと待って、待って、やばいやばい。特殊部隊来る、特殊部隊来る。うお、うお、ちょっとやばいよ。すげえ、すげえ、すごいことになってる。なんかよくわかんないけど、よし、もう爆破しまくってるじゃん。オッケー。うお、クリアした。はい、なんか、なんもムービーないのね。あ、なんか、大丈夫っすか。いや、めっちゃ人引いてないそれ。うお。あの下誰かいますよそれ。お、やばいなこれ。どうなってんだこれ。え、ちょっと下誰か入ってないあれ。ほら、一般人入ってるよ、リーマンみたいな人。やべえなこの警察。すげえ、燃えかすが。おお。いや、ちょっと乗りたいけど、パトカーがいて。まあいいや。乗るか。あー、行っちゃった、行っちゃった。よっしゃー、次のミッション行きましょうか。よし、あれ、もう一回ドナルドラブか。ここのままここでいいんだ。よしよし、置いてくれ。次なんだ。Thank you for retrieving those packages, but they were only a decoy.Sorry about that, but that's sometimes the way in business. My real objective was hidden on the plane all along. Unfortunately, the port authorities seized the plane and were stripping it down until I intervened at great personal expense. Cross the bridge to Shoreside Vale and go to Francis International Airport. I've paid off the officials. My property will be waiting for you at the customs hangar in the aircraft fuselage.いやー、なんかあの、やっぱ顔アップになると、めちゃくちゃ、こうリメイク、リマスターか。リマスターなんだけど。やっぱ全然リメイクに近い。おぉ、なんだなんだあの警察官。おぉ、すげえ、金持ちだ。やった。やったやった。ナイス。なんだあの警察。暴走してたぞ。でね、そうそう。やっぱね、顔のグラフィックがやっぱアップになるとめちゃくちゃ綺麗になったなっていうのがよくわかるっていうようなシーンでしたね。で、飛行機、なんか面白そうなミッションだったな。これね、スイッチね、ちょっと勘弁してほしいなっていうのは、あんまスピード出すと、初代プレステ2みたいに、ちょっとね、車が急に前に現れることがあって、そうするとほら、事故ることがあるから、あの遠くの街とか飛行機とか、ね、やる前に、そこを直せよみたいな。そんな遠くまで映さなくていいから、せめてこう、近距離のね、車ははっきり映すようにしてほしいっていうのは、ちょっと要望ですね。あ、これやっと隣行けるってやつか。あ、新たな島に行けるようになったわ、これで。やった。懐かしいというか、懐かしいな。全然覚えてないけど。おぉ、こういう感じか。何、空港？ここか。ここ？お、いいね。飛行場もしかして。伝説の。
飛行場来るとね、ちょっとワクワクしちゃうもんな。おお、着いたわ。え、あ、敵？マジで？コロンビアカクテル。やばいやばい。やばいやばい。ちょっと待って。火つけるか。よし。もう一回。ほら。やばい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 。うお！はい。というわけで、また戻ってきました。あのもうほんとね、3はもう死にゲーなんですよ。一種のほんとに死んでなんぼみたいなとこあるんで、こう何度もリトライしてですね、頑張ってクリアを目指すということで。よし、到着。もう普通に銃で戦うか。こいつらは何なんさっきから。よし、こっから狙い撃ち。危ない危ない。車爆発するからマジで。ちょっとしゃがみとかカバーがないのがさ、ちょっと痛いんだよね。スナイパーライフルで。よし。あ、ちょっと待って。あれ爆発するやつだ。おお。全然効いてません。よし。よし。一撃で死ぬのは楽でいいんだよな。よし。頭を狙って。よし、首が飛んだ。いない？オッケー。ん？どこどこどこ？どこ？オッケー。よし。ちょっと武器を回収して。あ、ちゃんと死んだ時って、あ、これは違うか。敵。武器全然落ちてない。あ、あった。よし、これに乗ると。おお、荷物がなくなってる。コロンバージンを追って。え、パンラティック建設発のストントン。あ、そういうことか。もういないってことね。これ乗っていけるの？え、どうやって飛ぶんだこれ。ん？ 3 って飛行機ないんだっけ？これもしかしてただの車ってやつ？え、そんなこと。これちょっと滑走路は滑走路。きっと加速すれば飛べるよね。飛べないっけ？道路はこっちか。加速したら飛ぶんじゃんこれ。おお、飛んだ飛んだ。おお、飛んだけど空を2秒間飛んだ。え、むずくないこれ。どうやって飛ぶんだ。おーい、ちょっと前からジャンボ機来てる。ジャンボ機。危ない危ない。よし、どうやって飛ぶの。あー、やっぱスピード上げて。え、え、これ飛んでる。これ飛んでないよね。ちょっと待って。なんかさ、いまいち飛ばないんだけど。もう一回リベンジ。どうやって飛ぶんだこれマジで。え？おーい。え？何これ？ちょっと危ない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 。それは危ない。ちょっと危ない危ない。え？ちょっと危ない危ない。おお。わあ。なんてこった。はい。またやり直しているんですけども、まあね、飛行機のね、練習、ちょっとネットで調べて、頑張ってみたんですけど、マジで難しいですね。全然無理ですね、あれ、飛ぶの。すごいな、飛べる人。というわけで、普通に車で向かいたいと思います。よし。
構向こう遠いのかこれ。お、また向こうの島か。痛い痛い痛い。ああ車、ああ車変えてもいいのかよく考えたら。これで行こう、早いやつで。かっちょいいので行くか、かっちょいいので。やっぱリマスターされて車のね車体とかね、あのボディがレイトレーシングとか効いてるんで、テカテカしてね、反射しててかっこいいですよね。うん、はい、ちょっと待って、危ない危ない。よしよし、やばい、橋がこれ橋下がるやつ、あれどこだ、橋、おお、やばい、橋が下がってる下がってる、あぶね、上がってるのか。そうだそう、思い出した、上がるのんだこの橋。そうだ、よし、戻ってきたぞ。で、こっちか、ちょっとショートカットで、これ届けて終わり？じゃあ届けてじゃなくて工事現場行って、多分先頭だろうな。ここか工事現場、どうせワンさんがいるんじゃないの。ほら違う、こいつら、あ、入れないじゃん。ちょっと待って、打ちすぎ。よし。で、ん？どこだ？これどうやって回るんだ？いや、これなんか戦闘の予感だわ。ええ、すげえとこから打ってきたね。ちょっと待って。スナイパーに頼る。いやほんとね、ちょっとカバーアクションが欲しかったけど、まあそんな無茶は。よし、ほら、でちょっと手榴弾なかったっけ、こんやろ、ほら、うお、あっぶね、やばい、 AK 最強説あるなこれ。よしよし、おお上か、やばい、ちょっと、どんどん、ちょっと、うわマジでショットガン一撃。